ついに来ました、この人が。はい、リーサルウェポン。リーサルウェポン。リーサルウェポンが来ましたよ。はい、整形写真家の北山照康さんです。わーざーす。どうもよろしくお願いします。ざーす。はい、やっと実現しましたね。そうですね。そう。あの、前、一回さ、富士山に泊まりに行った時にさ、こういう対談動画撮るべって言って、飲んで終わったじゃん。そうですね、そうなるとは分かってましたけどね。だってね、飲むメンバーが集まって、そうだよね、動画撮るなんて雰囲気なんなかった。そうだよ、なんなかったよね、はい、ちょっと月見て終わったよね。ちょっと月、まあ、僕酔っ払ってたんで月も見てない。あ、ほんと？ずっと寝てたんで。確かに北山君なんか火星が今日明るいんだよねって言って、そうそう、情報だけ提供して自分は見ない。見なかった。てかあの時は成沢さんが先に寝てた印象しかなくて。あ、そうだっけ。9時に寝てたんで。そうだっけ。早すぎるよね、おじいちゃん。そうだっけ。いや、まあちょっと疲れてたのかな。まあいろいろありますよ。いろいろあるんですね。まあこんな感じで今日あの、はい、いつもの感じで、進めていきますが、まあ元同じ会社で働いてて、はい、一応立場的には彼が後から入ってきて後輩なんですけど、はい、後から入って先に辞めたんだよね、会社をね。そうですね。そう、先に独立して、はい、だからフリーランス的にはまあ今も私も独立してるので、まあ今のフリーランスの仕事的には先輩に当たるっていうことになりますね。会社員時代もですね、当時整形写真って撮ってる人ってあんまりいなかったんですけど、会社の中にですね、まあ、もう一人仲のいい友達がいて、その3人でこの2人とそのもう一人でよく星を撮りに行ってる、ね、整形写真をですね、これから来るかなぐらいの時に3人で頑張って撮影しに行ってね、ちょっと切磋琢磨して、はい、お互いの写真見ながら、あ、北山君こんなの撮ってんだみたいなことを思いながら、ちょっとこうお互いをこう意識しながら成長していったみたいな感じでね。だからなんか自分からしてみたら北山くんがいないと今の自分はないような感じで、後輩でもあり、なんか同業者でもあり、ライバルでもありみたいな感じで、まあお互いいい関係を築き上げてますよね。そこは大丈夫ですか？まあそうですね、大体合ってますね。そんなに大体合ってますね。はい、そんな2人で今日は進めていきたいと思いますが、はいはい、ちょっと今日はあの北山先生のね、あの根掘り葉掘りをはい、聞いていきたいと思いますので、はい、星に興味を持ったのはいつからなんですか？小学校3年ぐらいですかね。それなんかきっかけあったの？父親が天体望遠鏡をその買ったんですよ。で買った理由があの PTA のなんかあの主催するなんか天体観望会をやろうみたいな企画があって、で、まあ、そのうちの親父がそれで望遠鏡を買ったんですよ。でそれでこう小学校の校庭で土星を見ようみたいな企画をまあ作って、でそのまあうちの親父がやっているのをこうまあ僕もその列に並んで一緒に土星見たりしたんですけど、なんか見てた時の記憶がすごくあって、なんか土星の輪っかすごい綺麗だったんですよね。なんかそれがいいなと思って、最初に土星の輪見たら結構インパクト強いね。強かったですね。子供だったら余計でうわーって思うじゃん。なんとなくその時見た土星の像がなんとなく今でも覚えてるという。へー、そんな倍率高くなったと140倍ぐらいの、ああちょうどいいぐらいだね。適正倍率じゃないですか。そう、でもそれぐらいのイメージの土星を見たのが、まあ、星がなんとなくいいなと思ったきっかけ。へー、いい話だね。いきなりちょっと意外にいい話からスタートするじゃん。まあ、いや事実しか述べないと決めてるんだけど。めっちゃお父さんいいじゃんそれ。そうですね、でもそれ一回きりでしたけどね。いやでもその一回がだってあったから、だって今こう繋がってるわけでしょ。そうですね、すごいなそれ。へえ。でそれでまあその時にざっくりとこう星に興味を持って、うん、はい、いやそこからなんかちょっと動き出すのはどのぐらい？いやでもその何かしらそれで興味持ったけど、科学館に行くとかは、うん、やったわけですよ、うん、家族みんなで。あ、行ったんだ。そう、いやそれはやっぱりお父さんお母さんが子供がちょっと星に興味持ってるぞみたいなところで。いやでもなんかこう、ね、うちの両親が割とそういうのをいろいろこう連れ立ってくれるというか、うん、連れてってくれる人で、まあ、科学館もそのうちの一つなんですけど、うん、プラネタリウムとか、まあ、要は結構通ったんですよね。それで結構まあそれが大体小学校高学年ぐらいから中学校あっちめぐらいで、まあ、俗に言うあの思春期を迎えるまでの間、うんうん、家族と行動する間は結構そのプラネタリウムに通った記憶はあります。あ、そうなんだ。なんかさ、俺
そういえばお父さん会ったことないけどお母さん会ったことあるよね。え、そうでしたっけ。そう、あの九十九里で撮影して、あ、はいはいはい、そのままお邪魔して朝カレー食ったんだよ。朝カレー食べましたね。朝カレーをいただいて仮眠取らせてもらって、はいはいはい、で帰った記憶があるよ。だからすごい優しかった、お母さんすごい。あのよく言われますいいか、僕が言うのも変なんですけど、よくそうね、優しそうな人ですよね。そう、うん、ああいいね。やっぱ子供の可能性を伸ばそうとしてくれたんだろうね。今思えばそうなのかもしれないですね。それってその後って星に目覚める、星がこう開花するのとカメラ始めるのどっちが先なの。カメラですね。あ、カメラが高校が写真部なんで、うん、で、まあその時はだ天体写真とかじゃなく普通に、うん、カメラでフィルムカメラで撮影して、うん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 、自分で現像して暗室入ってみたいなのをずっと高校やってたんで、星は一切撮んなかったですけど、うん、はい、だからカメラが先。あ、そうなのね。星は星好きっていう感じです。ちなみにカメラ、最初に買ったカメラ、使ったカメラ何か覚えてる。買ったカメラですか、うん、使ったカメラでもいいよ。 FM2 ですね。あ、ニコンズね。はい、でも、あ、まあでも FM2 いいね。あれフルマニュアルだよね、一応ね。フルマニュアルですね、うん、でその前に、まあ、ペンタックスの SL って知ってます。知ってる知ってる。ペンタックスの SL はおじいちゃんが持ってたやつを譲り受けたんですけど、その自分でその後買ったのは FM2。 あ、その2台です。じゃフィルムで当時は何撮ってたんですか。いや、もう基本的に女の子。マジで、ね、え、ちょっと待って、中学生、高校生。俺ら高校の時の写真部ってね、言っちゃなんですけど、今と違ってちょっとなんかオタクっぽいっていうかさ。あ、はい、そういうイメージあったじゃない。いや、それが全然なくて、うん、部員ほとんど女の子なんですよ。うっそ、そうなんだ。男の子は多分僕ともう一人。マジで、え、全部で何人いたの。8人ぐらいですかね。あ、結構羨ましい部活だな。そうそう、結構珍しいと思います、写真部って男の子もね、入るもんみたいな。そんな話初めて聞いた。そんな時代があるんだ。ありました。輝かしい青春時代は。輝かしい青春時代、はい、そうなんだ。女子まみれのじゃあサークルで、そのカメラ女子をのポートレートを撮ったりしたってこと。いや、まあなんかこう一緒にこう、まあ、近くに常にいたんで、うん、まあ、撮ったり、あとは同級生、やっぱクラスメートとかですかね、うん、まあ、男男女問わず本当にクラスメートの写真を撮るの、うんうん、ポートレートってやつですよね、特に、うんうん、あれひたすら撮ってましたね。へー、その意外。ちょっと意外ですか。結構初耳の話多いね。そこそこ付き合い長いけど、うん、そうなんだ。まあ聞かれたことなかった。ないもんね。それでじゃあ高校3年間はそんな感じで写真部生活を送り、はい、で大学ですか。大学なんですけど、うん、一浪してまあ、大学に、日本大学芸術学部に。そうだよね。それは写真学科だっけ。写真学科です、ね、うんうんうん、はい、カメラと星がこう接点になるところを探してるわけですよ、はい、ああ、なるほど。そうです。まだしばらくですよ。しばらく大学 1,2,3 はずっと星撮らないで、うん、1,2 年は女の子のポートレートを撮ってて、うんうん、で3年ぐらいから風景写真をちょっとこう撮るようになって、で途中 HDR ってあるじゃないですか、うん、ハイダイナミックレンジの、うん、ああ言ってたな、その話は聞いたことあるよ。なんか1ドット1ドット色塗ってったって言ってたよね。そうそうそうすごいよねそれね。今ではありえない。だ1枚作るのに本当に2週間ぐらいかなかけて、レイヤーをもう何百何千というレイヤーをフォトショップで、フォトショップの、うん、もう固まりながらですけど。 HDR で表現する被写体は何。風景です。あ、風景なんだ。風景ですけど、例えば本当にガラスレンズ越しの、うん、その例えば駄菓子屋さんを撮ったんですけど、駄菓子屋さんのガラス越しに映る遠くの駄菓子のあるじゃないですか、うんうんうん、並んでるディスプレイ、ああいうの撮ったりするとすごく1枚撮っただけだとガラス越しなんで結構こう眠い感じになるんですけど、うんうんうん、あれをこうパリッと仕上げるとか、なんかこう普通に1枚写真を撮るのでは絶対に表現できない奥行き感とか空気感みたいなやつを撮ってましたね、うん、当時の HDR ってどうやってやるの。だから本当に露出を変えながら、うんうん、もうひたすらいろんなデータを取っといて、あとで僕が切り貼りするんですね、パズルのピースみたいに。ここの画素はこれぐらいの露出のもの、ここの画素はこれぐらいの露出のものみたいなやつを一個一個選んで、感覚で選んだけど、感覚で選んでなんか絵にしていくというか作っていくっていう感じ。それってさ、フォトショップでさっきなんか何枚もレイヤー作ってみたいな話したけど、はい、自動的に HDR にするっていう機能がない時代だよね。ないですないです。自分で作るしかないんだよね。ソフトもない。だってそれってさ、俺ら大学とかの時って本当 HDR 出たてじゃん。で言葉がなかったんで、
まあ、そもそも HDR っていう言葉が海外でようやっと出てきたぐらいの時は僕大学生なんで、はい、その大体っていうか俺も初めて HDR の作例見た時って海外の作品だったな。あ、そうですよね。みんなめっちゃ先駆者じゃん。うん、まあそうですね。それをすごく好きでやってて、うん、で、まあ、それが3年の終わりぐらいまでなん でそれってさ、その作ったやつをやっぱその学校の評価の基準になる、なんか賞とかもらえたりとかそういうフォトコンみたいなやつ。でもそれをやる一つの目的が卒業制作なんで、やっぱその大学、私たちの大学って大体3年の終わりぐらいから4年のその卒業制作ずっと1年間やるんですよ、うんうんうん、だそれで HDL を選んだって感じで、うーん、はい、だそれがもうゴール、卒生をのためのですね。それ3年までやって最後の1年は、だ3年やって、あ、で HDR を3年目すごくやって、うん、もうこれで、卒生これでいこうっつって、まあ、HDR は継続していくんですけど、その途中であのやっとつながりますよ、星と。あのやつながる、そう、あの私がその4年の時に入ったゼミの先生がものすごい星好きで、あ、はい、その辺の話うっすら聞いたな、うん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 、そこでこう初めて望遠鏡とカメラがつながるという事実を知り、はいはいはい、月を撮影したんですよ、直照で、うん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 、そしたらまあクレーターがまあでかく映るじゃないですか。映るね。もうそれがね今では当たり前ですけど、うん、当時そんな撮影なんかなかなか体験できなくて、はいはい、もうえらく感動して、あの星もやり始めた。なるほどね。星と HDR の2本立てが4年目って感じです。あ、じゃあ最初は望遠鏡にカメラつけて撮影するのが一番最初です。一番最初だったんだ。はい、もちろん成、まあ、成形とか出てくる前だもんね。まあそうですね、当時成形って言葉なんか全然なかったじゃないですか。ないよ、固定撮影だよ。固定撮影。あの星がこう線になるっていうさ。そうですね。それでまあ大学のそのゼミでそれやってから、星空いいなと思って、あのその大学のゼミの先生と一緒にあのいろいろこう福島が中心なんですけど、うんうん、星の写真を撮る経験をいっぱい積ませてもらったんです。はいはいはい、はい、じゃ今の北山くんからはイメージつかないけど、その時はスバルとかさ M42 とかそういうの撮ってたんでしょ。いやいやいや、だからあの天体望遠鏡ってさっき言いましたけど、それがあったのが大学の校舎で、うん、練馬のエコダなんですよね。だから、うん、星雲とか、まあ、今だったら普通に市街地でも撮れますけど、当時そんなフィルターもないわけで。なるほどなるほど。だからもう月だけですよ。月と星、木星とか。はいはい。はい。だから、そんな星雲なんか撮った経験はない。え、それで活動の拠点が福島に移ったのは何でだったっけ？それは、僕、一切就活をしなくて、大学に。うん。そうしてなかった。いやいや、なんかね、僕未だにそれも自分でもよくわかんなくて、うん、どういう就職をするのかっていうビジョンが一切ないまま、いやまあわかる、4年のもう本当に終わりになっちゃって、で本当に1月の卒業する2ヶ月ぐらい前にやばいってなって、で その時のゼミの先生に今際だね、うん、あのどうしましょうねって言ったら、お前就活してなかったのかって言われて、うん、してなかったですって言ったら、いやそしたらじゃあもうしょうがないって言って、福島県のその鮫川村っていう村の役場の仕事を、まあ、作ってくれたんですよね。作ってくれたの？そうそうそう。あれ？ああ。で、なんか恩師って言ってる理由が分かったよ。はい、うん、そういうのもあるんだね。あ、それで、もう、じゃあそこにしますっつって移住したんです。そうだ、うん、はい。村の広報職員なんで、村の魅力を発信するっていうので、うん、例えば桜の季節は桜の開花を追いかけて、それをホームページで発信する、ホタルの時期はホタル飛び始めましたよって発信するっていう広報の仕事をやりながら、うん、夜は天文台に行って、まあお客さん来たら星空解説するっていう仕事です。あ、なんか学芸員に近い感じ。まあまあでもそんなに立派なね、ものすごい天文台じゃないので。それ立場的にはアルバイトみたいな感じ。アルバイト、まあ村の正規雇用みたいな、村の雇用で村の職員。あれ、今もそこでワークショップやってるね。やってますよ。毎年必ず3回。いつの時期やんの？あ、3回？夏、そうですね。夏2回に秋1回。うん。その情報ってどこ行ったら見れる？まあ、そうですね。村のホームページ、鮫川村のホームページ。鮫川の村のホームページ。北山君は情報発信してない。これあんまりしないんですよね。ダイトフォトツアーズって、はい。はい。ね、ページがあるから。あそこででも書いてるでしょ？いや、書いてないんですよ、ね。書いてない。書けや。何やってんの？それよく言われるんですけど、全然更新しないですよねって。
一応あのリンク先貼っとくから、これから募金するように。ありがとうございます。募金するように。いや、成沢さん、ちょっと してくれないですか。いや、なんで俺が声にすんだよ。ちょっと、アルバイトしますよ。やんねえよ。まあ、そういうワークショップもやってるんで、まあ、興味のある方は、ぜひ参加してみてください。はい。で、はい、そこで何年勤めたの？あ、でもそれは、1年契約なんです。で、更新もできたんですけど、まあ、ちょっとこう、生々しい話ですけど、サメ川村って、すごく、僻地で、まあ、あんま情報とかが発達してないので、さすがに、1年過ごすと、慣れちゃって、うん、なんか、取り残される世の中かなと思って、ちょっと、出ようと思って、うん。で、村の人にも相談して、出てもいいって言われたから、出ようと思ったんですけど、じゃあ何するってなって、うんうん、でそしたらまあその時たまたまあのツイッターを見てて、あツイッターなんだ、うん、あの望遠鏡メーカーのビクセンの社長がツイッターで、あーそこで繋がるんだ、やっぱり一人もう一人募集しますっていう。